11月5日、私はね、免許の更新に行ってきました。誕生日が10月11日だったんで、まあほぼギリギリの更新手続きだったんですよね。まああえてそうしたところはあります。なるべく免許の更新を遅らせた方がいいかなと思ってたんですよね。まあそれについてはまた別の時にお話しますけども、こういう本をいただきました。で、更新料が3000円かかったかな。で、交通安全協会の入会を勧められましたけども、全く意味がないと思いましたんで、私は入らないことにしています。以前はね、入っていたんですけどもね、まあ、単なるこれは天下り先の資金源になっているということで、まあ、大体ね、免許の更新なんてのもね、必要ないんですよ、こんな頻度で。ねえ、まあ、私はね、そういうふうに思いますけどもね、まあ、免許の更新でいろいろと手続きが必要な人は一部にいると思いますけども、まあ、通常はいらないのかなと私は思うんですよね。で、その分オンラインで更新できるようにしたりとか、とりあえずね、会場に行く手間は別にいらないと思うんですよ。あそこでね、運転の練習をするわけでも何でもないですからね。で、講義の時間はあったんですよ。安全運転者講習かなんかあったんですけども、30分なり1時間なり2時間ありますよね。あれもまあオンラインで見て終わりでいいと思うんですけども、まあそうは言ってもね、無駄な時間だと思って、まあ免許の更新のそのビデオですか、あれを見て講義を受けても本当に無駄になっちゃうんで、少しでもね、その中で、まあ、せっかく時間を使うんだったら自分のものにしたいなと、新しい知識を得たいなと思いましたので、ちょっと私はね、こういうふうに付箋をいっぱい貼ってメモをいっぱいしてきました。これはまあボトルガムの中に入ってるこういうふうなガムを包んで捨てるやつなんですけども、案外これが役に立つんですよね。で、こういう時に使ってます。で、まずね、私がお話したいのは、高齢者の死因ってのが道路横断中ってのが多いんですよね。これは私も納得できる話で、道路から道路まで横断歩道とか歩道橋に行かずに、本当にね、何にもない車道をね、横切るご老人って多いんですよ。しかもすごく遅いんですよね。まあ当たり前ですけども、すごい危険だと思いますんで、やめてほしいなと思います。年を取れば取るほどね、交通法規を無視するっていうかね、すごく無礼になっていくというふうに私からは見えますんで、まあ年寄り笑うな行く道じゃとかね、若者を笑うな来た道だと言いますんで、うん、まあ自分はそうならないようにしようかなと思ってます。で、昔は若者の交通事故が多かったというふうにされてますけども、で、今はね、高齢者の事故が多いっていうんですよ。これはどういうことかっていうと、今の高齢者は昔若者だったんですよね。だから事故を起こす人っていうのはずっと変わってないってことなんですよ。で、昔は高齢者の方っていうのはちょっと車乗る機会が少なかったと思いますし、免許も難しかったと思うんですよ、資金的に。で、車も流行ってなかったですからね。でも現在は今度はね、若者が乗らなくなってきたと言われています。これなんでね、若者が車に乗らないかっていうと、完全にマスメディアのせいだと思いますよ。テレビ番組とかマスコミっていうのが、若者の車離れとかね、車を乗らないでもエコカーでなんとかっていうふうなことをやれば、そういうふうな感じになってきます。でもちょっと昔みたいに、モテる男は車を乗るもんだっていうふうな風潮をね、どんどん醸し出していって、テレビ番組でも月9とかね、もう絶対にモテる子はオープンカーで来るとか、ね、スポーツカーで来るみたいなことしたりとか、昔のナイトライダーみたいなね、かっこいい車でこうヒーローとなって戦うみたいなことがあったら、それは車売れるんじゃないかなと思います。やっぱりコマーシャルっていうのは非常に、ね、影響が大きいと思いますよ。で、ちなみに私の町なんですけども、広島県の福山市っていうところです。広島県には警察署が26の分割であるみたいですね。で、私の住んでる町っていうのは、なんとね、広島県でもダントツで交通事故が多いそうなんですよ。気をつけないといけないなと思います。で、他の土地から来た方に対しての注意喚起なんですけども、2号線と182号線が交差する明神町交差点が最も危険だということで警告をいただいております。で、交通死亡事故なんですけども、広島県内では5日に1人お亡くなりになっているという計算になるそうなんでね、ちょっとびっくりしましたね。で、テキストの方をこうやってペラッとめくっていくとですね、いろいろ書いてるんですけども、煽り運転について抗議がありました。煽り運転は非常に厳罰だとされてますけども、私の記憶ではね、昔煽り運転っていうのは軽い挨拶程度で、煽るっていうのはどちらかというとね、挑戦するとか攻撃するっていう意味ではなくて、まあ、私の時代一つはね、走り屋っていうのが峠にいたんですよ。で、こうやって走ってると、煽ってきたら挨拶みたいにね、おちょっと列しようぜみたいな感じで煽りを呼びかけていって、で、OK だったら、ウェーンって行くみたいな感じで、で、NG だったらちょっと脇に道を譲って、こっちが先に行くみたいな感じで、煽りっていうのが一種のね、呼吸だったみたいな気がするんですよ。そんなにいやらしいものではなくてね。まあ、昔は挨拶程度だったのかなっていうところが、まあ、なぜかね、エスカレートして、一般人が煽り出して、それが
なんか争いを生んだりとかね、そう怖かったりするっていうのはね、やっぱりこう社会問題化されていくっていうのは、まあ、時代の移り変わりかなというふうに思います。やっぱりね、車乗る以上はいろいろと気をつけないといけないこととか、昔の走り屋が良かったとは言いませんけどもね、あれも危ない行為なんで、ただやっぱり、一定のルールを破っていくんだったら、そういったモラルを破るんだったら、それが分かる人同士でやっていただければいいのに、やっぱりね、安全運転してる人に対してもちょっと腹が立ったからといって、ブッ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 って鳴らしたりとかパッシングしたりとかっていうね、もう車になると自分が強くなったつもりにでもなるんでしょうね、きっと。まあ、この厳罰化っていうのは私は大賛成でございます。どんどんね、罰せられて叱るべきだと思いますよね。それからね、大型車の免許についてなんですけども、今は普通免許っていうのが私もあるんですけども、いつの間にかね、準中型とか中型っていう免許にランクアップされてるみたいなんですよ。それが昔は決められた普通車、それから大型車っていう2種類の免許しかなかったんですけども、現在の交通事情とかを踏まえると、やっぱりね、トラックドライバーさんっていうのは必要ですから、高校を卒業して2年間の運転免許をね、こうずっと更新する期間があって、それから試験が受けれるってなると、高校を卒業してすぐにトラック業界に就職できないって問題があるんですよ。まあ、ですんで中型っていうのを設けたり、最近は準中型っていうのがあるそうですね。準中型っていうのは、ここに書いてますけども、 3.5 トンから 7.5 トンまでの車が運転できるそうなんですよ。で、昔はね、普通車は2トンまでが運転できたんですけども、現在はね、配送便とかで保冷車ってあるんですよ。冷凍庫、冷蔵庫がついてる、ああいうのが、あれがね、大体重量がガンとかさんでくるんで、積載量は2トンでも、そういった空冷機をつけることによって5トン前後の車になってしまったんで、それが運転できるようにということで、中型ですとか準中型っていう区分ができたというふうに聞きました。勉強になるなと思いましたね。で、社会的背景ですよね。高校生卒業でも18歳ですぐにそういった準中型というものがあればね、トラックに乗れると、仕事ができるということで、運送業界のなんか人材確保のために法律が変わったというところもありますよね。まあ私もね、ちょっと大きめの車に乗ることがあるんですけども、やっぱり普通車の運転に慣れてればそんなに怖くないと思いますし、言ってみればあれですよね、ミニバンっていうのがあるじゃないですか。あれもなんかバスみたいな感覚なんですよ、私にとってみたら。すごく大きいなと思いますけども、やっぱりね、しばらく普通車、軽自動車とか1800とか2000で慣れると、あの辺のクラスもね、ミニバンみたいなのを運転できちゃったりとか、あとはバスみたいな大きい ね、30人乗りとか50人乗りのバスでもやっぱ運転できちゃうんですよね。まあ、もちろんそういうの公道で走るのは良くないですけどね、ちゃんと免許を取ってからってことになります。で、最後にですね、自動運転車が出たらどうなるかってこともやっぱりね、語られてました。これ非常にね、興味深いっていうか、そんなことやらないんだろうと思ってたんですけども、やってくださったんでね、すごくありがたいです。この教本の12ページにあるんですけどもね、付箋もちゃんと敷いてますけども、自動運転中の、自動運転車ってあるじゃないですか。だからもう人間が運転しなくてもいい車でも、やっぱりね、飲酒とか居眠りはこれはダメだそうですね。そういうふうな決まりになってみたいです。ただ、携帯電話をやったりとか、あとね、手放しでいるっていうのは別に OK だそうなんですよ。で、私もね、最近動画上げましたけども、テスラモーターっていうのがありますよね、自動運転車、だからこういうふうなテスラモーターが流行って、本当にね、人が運転しなくても、究極免許持たなくても車が勝手にこう移動してくれるようになると、これ天下り先がね、なくなるんじゃないかなと思ってたんですけども、そんなことはないと。やっぱり自動運転車に乗る時でも一人は免許を持っている人が必要なんだろうなと思いますし、それからね、飲酒はダメとかね、居眠りはダメみたいなことがちゃんと考えられているなっていうことで、ちょっと安心したかなっていうところがございます。自動運転車を利用していても、利権を守るためにドライバーが免許更新とかに行かなければならないっていう現状は変わらないのかなってところですよね。だから自動運転車でありながら、やっぱり人間がその中にいて責任ある管理者がいるってことが前提になってるのかなと思いました。ちなみに自動運転の定義っていうのは5つに分かれてるみたいですね、はい、それでね、今回この動画を撮ったのは何でかっていうと、まあ、せっかく時間使うんだから、その分1本ぐらいのね、動画にしてもいいんじゃないかなと思いまして、まあ、私がせっかくね、免許センターに行って2時間講習を受けてね、で、まあ、いわゆる時間をね、削がれたわけですよ。だ、それを無駄にしないために1本の動画にしたってことですね。私の感想はでも本当に言ってよかったなと思いました。真面目にちゃんと取り組む姿勢でどんな話でも聞けば必ず身になるものがあります。ただね、
めんどくせえなと思いながら居眠り半分で消えてると、これは本当に無駄な時間になります。まあ、ですんでね、あの免許の更新に行かれた方、私と同席された方が、まあ、50名ぐらいいたんですけども、大半はもう居眠りですよ。だからね、すごくもったいない時間の使い方、自分の人生の時間ですからね。その中で得るもの一つでも二つでもやっぱり掘り起こした方が絶対いいなと思う中で、私の場合は行ってもよかったなと思いますし、そして動画に撮ることによってね、なんかその分私のコンテンツ人生の一部が残ってきたかなっていうところで、私は得したと思います。それでは以上です。